はい、こんにちは、ケいスケです、えー。では今日もね、眠れま102回目をやっていきます、えー。まず最初にですね、ちょっとお知らせなんですけれども、あの、キーワードをね、LINE で送っていただく際なんですが、 キーワーワドのみで送っていただかないとうままく届きません。なので昨日のものであれば「0613」というキーワードだったんですけれども例えば「お世話になります0613お願いします」っていう感じであのメッセージを送っていただいている方もいるんですけれどもそのような文章だとうまく自動応答できないのでキーワードのみを送ってもらうようにお願いします LINE の方でですねで一昨日の動画で今個々のメッセージを見れない えー、個別に頂い,いているメッセージが見れないという話をね、えー、したんですけれども LINE の設定をいじったらね見れるようになりましたので何か質問などありましたら LINE の方ででも大丈夫ですただ、えー、この自動と機能を使っていると僕の方からあなたにメッセージを送るっていうことはできないので頂い,いた質問に関してはこの「眠れま10の中で回答していきます。 で、質問の内容としては、この眠れま10はリサーチ企画になりますので、まあ、リサーチに関しての内容をいただければと思います。えー、そしたらですね、ちょっとリサーチを始める前に、えー、前回の動画を見直してみて、ちょっといくつかね、補足しておいた方がいいかなというところがあったので、えー、その部分から説明していきますね、えー。まずですね、あの、一番最初にこの商品、 え見よううかなというといころで、えー、ちょっと売れすぎているっていう、ね、理由で飛ばしたんですけれどもまあこういった商品もね例えば新品だと利益は出ないけれども中古だと利益が出るっていうパターンもあるのでまあ見ていっても大丈夫ですただあのー、この眠れま10の、えー、と条件ですよねえー、利益率最低15%とかえー、っていうところそのあたりをね あのクリアしていくためにはうんちょっとね、この商品、まあ見てもよかったんですけど、えー、ちょっと売れすぎているというところで、可能性として、その条件をね、クリアできる可能性低いかなと思って、これは飛ばしたので、まあ別にこういったね、あの、すごいいっぱい売れてる商品も見ていって大丈夫です。えー、続いてがですね、あの、このイヤーアップっていう商品ですね、結構いい商品でしたよね。えーと、これを、まあ、えー、結果的に、 eBay で出品されているジャンコードとは違ったけれども、おそらくそのテラヘルツが違うっていうところで、じゃあジャンコードは変えて、えー、仕入れ元のジャンコードを UPC に入れて、新品と中古を出品していきましょうという話をしたと思うんですけれども、えっ、ー、と、そもそも、えー、一番最初に eBay から引っ張ってきたジャンコードで検索した際に、このテラ、えっ、ー、と、すいません、楽天のページが出てきましたよね。えー、これは完全に同じジャンコードの商品なので、 こちらもまあ出品していいですよね新品としてちょっと利益計算はしてないんですけど、まあ、軽い商品だったんで,で、えー、僕今その楽天からログアウトしているんでポイントが。 1>, あの1倍ですけれども、あのー、楽天カードを使っていて、まあ、楽天モバイルとかねあのそういったものも使っている方はね結構8倍9倍とかいったりしますのでなのでそこでまあ利益が出るとポイントも含めて利益が出るということであればこのイヤーアップに関しては、えー、昨日説明した2品とさらにもう1品出せる合計3品出せるっていう感じになります。 で続いてです、ね、そのこのイヤーアップのそれぞれ2つジャンコードがあってそのジャンコードの違いによって商品仕様にも変わりがあるのかっていうところは、まあ、ABEX の方に問い合わせしたら、あのー、答えてくれるかもしれないという話をしたんですけれどもこの画像の部分ですよね画像の部分に ABEX カスタマーサポートっていう感じで載ってますよねちょっと YouTube なんで、えー、今はこれ以上拡大できなくて。 ぼやけけちゃってるんですまあもちろん普通にねあのググって「問い合わせ先」とか出てくればそこでもいいんですけれどもまあ,あのこういう画像ですよね、えー、ジャンコードだったりこういう電話番号とか、えー、こういう他の人が出品している商品画像からですねこういろんな情報を得ることができるんですよね。うん なのでこういう画像からこう情報を得ていくとかね、えー、そういったところはね、えー、意識していってくださいはい、えー、ではですねリサーチをやっていきます、えー、そしたらですね最初はこの「ステージ」ですねキーワードで見ていきます、えー、期間3ヶ月出品者の国は日本ですねでまず、えー、とこの「アクセサリー」の項目から見ていきますカテゴリーですね で価格順で並べ替えてそしたらこの商品見ていきましょうか5月に2つ売れてる商品ちょっと単価は低いですけれどもうん。<laughs> マギフを使うっていう前提で、えー、とこのアマゾンのまあちょっと一番上の人評価悪いですねじゃあ2573円ちょっと微妙っぽいですねまあ一応計算していきます2573円で40.08円 多分相当軽いと思うんで、まあ、300で計算しますね、えー、そしたらですねまあギフト券92%ぐらいのものを使ったとして e、えー、パケライトで465円うんーこれはちょっとむしろその追跡番号なしで発送するような商品ですかねこれだけ安い価格であれば 一応利益率は、えー、15%上回ってるんですけれども <laughs>、えー、利益額がギリギリ届かないですね。うん。じゃあちょっとこれはカウントなしで。じゃあ次のカテゴリーですね。見ていきます。まあ、これほんと突発的でやってるんで結構ね時間かかったら、えー、申し訳ないんですけれどもちょっとね、そこはこのもうちょっとしょうがない部分であるんで。 じゃあこの商品見ていきましょうか3個売れてますね1個2個とああこれなんか見た多分リサーチしたような気がしますね以前。 うんえー、出してるのは1人だけですね。うん こんなふうにね、あのじゃあエヴァンゲリオンであれば、エヴァと入れて検索すると、まあ特にフリマとかはね、多く出てきます。ただ、この使徒の方がいっぱい出てきますね。うん、使徒。使徒のやつだ。あ、使徒ってあの、エヴァ見てない人に言うと、 敵です敵のデザインのやつが出てきますね。えー、じゃあまあこの独自ショップですね。ジャンコードで見ても出てこないですよね。うん、2160円で、えー、重量はちょっと載ってないですね。 エヴァのランチボックスって結構いっぱいあるんですねじゃあまあこれを参考にしましょうか重量がまあ 500g 見ときましょうでこのショップの送料が 648円なんで2808円ですね送料込みでで52.8852.79そうすると <laughs> イーパクライトで1002円で利益率は35%ぐらいですねうん特にベストオファーこの人つけてますけどベストメオファーに応じず、まあ、52.88のままで売ってるようなんで、まあ、52.79のままでもいいですかね51.98 <laughs> そうですね51.98にしましょうかうんで1パケライトでまあ900円まあポイントを含めたら950円ぐらいの利益ですねはいえー、そしたらちょっとこのエヴァのランチボックス結構いろんな種類があるみたいなんで これ単体で他に売れてる商品、まあ、単体というかエヴァのランチボックスで他の種類で売れてるものがないかを見ていきましょう、まあ、こんなふうになんかその派生というかね、えー、できそうなキーワードだったり、まあ、商品を見つけたらこんなふうにやっていってくださいそうするとさっきのシトのやつもまあ売れてはいますね相当安いですけど うん900円とかであって、まあ、19ドル。ただ、えっと、今このエヴァンゲリオンランチボックスで検索して、この「使とのバージョンを売ってる人はいないんですよね。まあ、なんか、こんなのはありますけど。 ですよね、いないのであ一1人いますねこれこの人だいぶ高めで出してますんこれはあれかドナベトセットなのかだからあの一応過去にそのかなり安い価格ではありますけれども売れてる経歴はあるので この九百円のやつ、九百円で利益十五パー取っていこうと思ったら、同じ五百グラムで計算して。 そうですね、とりあえずあの、まあ、この商品はカウントはしませんけれどもあの今実際に eBay に出してる人いないのでこれぐらいで出してみましょうか29.98で e p a c k e t l i で832円利益率的に90%ぐらいですね、うんまあ、一応これデータにも入れておきますねお渡しするデータに。 まあこれもその前回話したあの中古を一気に安く出すとかカラー違いを安く出すとかっていうのと同じようにまああの過去の,ねその落札価格だけにとらわれず今出品してる人まあライバルセラーがいないんであればうんまあ価格競争に陥るわけことはないわけですからちょっと高めにね出してみてもいいですよね。 はいえー、そしたら次のリサーチ移っていきます。えっ、ー、とこのフィギュアのやつが2個ですかね売れてますね。じゃあちょっと見ていきましょう。 <laughs> そうするとだいぶ安いですねさえですね58.74うーんと。 違いますもんね。 ステージオンザステージ。これは同じですね、うん。コとブキゃうん。まあ、これが4800円。 開封品ですが、まあ、美品、まあ、中古ですかまず新品だとほんと薄利か赤ですね一応計算しますけどそうですねギフト券有効にしても230円のすごい薄利ですね えー、中古が3800円うーんまあ正直このラクマのやつをこれ 値下げ交渉できると踏んで出していきますかね僕であれば、うん、いいねもついてないしまあ正直マギフを使えばこっちとラクマ変わんないんですけどほとんど3500円でで どけ向こうかじゃあまああのそうですね条件的にはむっちゃギリギリですけど利益が五百七十四円まあそのカードポイント含めたらあれですね六百円で利益率が十五パー。うんで まあ実際これ売れて、えー、仕入れる時は値下げ交渉してっていう感じですねまあもちろんアマゾンのこの出品者に値下げ交渉してもいいんですようんアマゾンにもねあの普通にここから入ってえー、問い合わせ先だったりこの質問するっていうところから質問できるので、まあ、僕もそのアマゾンの出品者にも値下げ交渉はやっていますうん あ最近はもうやってないですけど以前はねあの一つ一つやってましたうんそしたら結構あの値下げ交渉を応じてくれる場合もあるのでまあ実際売れたらちょっとそのどちらにも値下げ交渉ちょっとね、えー、してみて実際この商品の売れ行きってうん まあまあぼちぼちっていう感じですよねなのでまあ値下げ交渉してくれる Amazon の方もね可能性ありますのでまあ実際売れたら <laughs> まあどっちにも値下げ交渉して安い方から仕入れるっていう感じでいいと思いますじゃあ一応これ2つ目としてカウントしますちょっとね昨日からちょっと剥離の商品が結構多くなっちゃってるんでそろそろね もうちょっと利益額高いやつをね見つけたいんですけど <laughs> えでは続いてのリサーチですね。じゃあこのセセイイントセイヤー 日本人すらの最安値は、ね、54.94ドルじゃあまあ5 5 0ムで計算して送料がかかるのか。 ここら辺は、ね、多分もう品切れになってると思うんで。 ないですね、剥離ですね。 まあ一応計算してみますそうですね。利益出ないですね。さっきのと同じ感じです。もうギフト券使っても100円ぐらいですね。だから、まあ、ヤフオキに過去に、まあ、若干安いのは出てますけど、監視するほど売れてもないので、別に監視もしなくていいかなという感じですね。じゃあもう、次の商品で。 このボックス限定版の方は高いけれどもソフトのみであればうん、うん、ちょっと微妙っすね飛ばしましょうもうあんま時間かけてもあれなんででは次のカテゴリー移ります やっぱね、日によってね結構波っていうのはどうしてもリサーチや出てくるんですよね。ぶっちゃけもう体調とかでも変わってきますからね普通に体調とかなんか肩こり肩が凝ってる時とかねうわなんかうまくいかないなとかね。 ねえこれが2つ売れてますね。 中古で百七十七ドルあ。これは多分いけますね。 新品でもそんな高くないですねそしたらえー、これは新品中古どっちも出せますねえー、中古品 中古品良いいである程度評価高いこの人のを出しましょうか、えー、9850円で実際売れてた価格これは新品これも新品か新品が売れてるんですねまあこれは新品も中古もどっちも出していいので、えー、結構重いボックスだから重いのか じゃあ 900g で,でメディア系なので手数料が12%ですね。でギフト券有効で150ドルで出した場合が。 1パ、ま、ケ、あ、ライト2760円そうですねまあ中古の数はアマゾンにいっぱいあったんで139.98とか結構下げましょうか利益率19%で、うん、でまあポイント含めるとあ,あポイントはギフト券だからないのか まず中古で1品と、えー。今が3品目ですね。で、さっきこれか。新品の場合でも6500円とか7800円とかなんですよね。だから、 一応これオークション形式ではありますけれども、おそらくすぐに落札されることはないっていうのが、まあ、わかりますよね。過去の落札相場を見ていくと。だいたいまあ、8000円ぐらいで落札されてるんで、えー、この開始価格1万円っていうのは、まあ、ほぼ即決に近いというか、うん。入札がすぐに入るっていうことはないっていうのが、 わ、えー、かりますよねなのでこういった商品は普通に、まあ、ヤフオクでオークション形式であろうともあの無在庫で出品していって大丈夫です、まあ、大丈夫ですというかもちろん落札される可能性はあのーね、少なからずはありますけれどもそんなすぐに品切れになることはないだろうという感じ,が感じで予,測あの予想できますので。 じゃあ1万510円で,す、ね、万円で今の新品の最安値が239ドル売れていた価格がまあそっか250ドルとかなんで。 そうすると238ドルだともうこんな感じですね。e パケライトで9100円。まあ、ちなみに僕は大体その250ドルぐらいまでの商品は e パケライトで送るようにしているので、えー、この利益率はあの250ドルまでは e パケライト、250ドル以上は EMS の利益率がここに出るようにしています。でまあ いいパケライトでいいんですけどうんちょっと取りすぎなような気もしているので3月と5月それ以降は売れてないのでもっと下げましょうか、まあ、こんぐらいでも。 いいと思うんですよね。179.98。で、他にも、新品。新品未使用は、そんな少ないのか。うーん、そうだな。じゃあ、189.98にしましょうか。えー、ですね。 だいぶ下げて50ドルぐらい下げてですねポイント含めると、まあ、4900円とかそんな感じですねうんこの価格で出します僕であればね、まあ、実際もしあ,のあなたが出品するとしたら、えー、この辺りの価格は まあ自分好みに書いてください。じゃあ今が4つ目ですね。あと1個。えー、今ステージで検索してきたんですけど、これ、この人で検索してみますか。一応。 うん、ここで2つ売れてる雑誌ですかね雑誌がありますね。 売れているのは、中古、中古ですね。この人が、最安値で、えっ、ー、と、まあ、40ドルいかないくらいですか。そしたら、 付属品がついてるのかどうかとかなんですかね、これ付属品ついてるのかどうかを書いてないですね、この人 この人は付属品ついてます、あの、売れてた人ですね。売れてた人のデータを見ると、付属品ついてますよってちゃんと記載してるっぽいですね。こっちは記載してないな。うーん。 えっと。 うん。そのフリマではその付属品 付属品と雑誌を別々で出品して売れた時に別々であの付属品と雑誌を別なところから仕入れて発送してもいいと思います。うん、まあちょっと手間ですけどねまあ初心者のうちはそういうやり方もしていいのかなとは思います。で 付属品完備特別付録付きってちょっとポーチ財布が付いてるのか分かんないですけど中古で付属品完備だったら2257円。 えー、一番最安値のこの人ですかこの人付属品付ついてるかどうかって記載してないんでちょっとこの人とは比較せずにこれも雑誌だけですねでも雑誌だけでも売れてんのかあでもだいぶ安く売れたんですね 金完備はこの人が最安値ですかね <laughs> ですねうんえっ、ー、と、うん、45ドル 売れてた価格はそうですねこっちが付属品なしでしたもんね付属品ありであれば4950、まあ、ドルで売れてたとでえー、最安値よりちょっと安い44.98円 でギフト券有効だと E パーケライトで1112円43.98にしましょうかで利益が1000円って感じですね で出しますうん、ちなみにえーうん、そうですね付属品のみってのは誰も出してないですねまああのフリマに付属品のみこういうやつですよねがあるのでまあさっき言ったようにこの えとアマゾンの、えー、付属品なしの中古の雑誌だとむっちゃ安くあるので、えー、実は仕入れる時ですよね、えー、仕入れる時は、えー、とこれとアマゾンのここらへんだとえっ、ー、1,000円ちょいで仕入れられるんで。 えー、利益は2000円ぐらいになるわけですよね、うん、だからまあ実際売れた時はそういう形でやってもいいと思います。うん、あとはそうですねあのー、これもさっきと同じパターンですけどこの付属品のみフリマとかに出ているこのポーチ財布のセット、えー、これを単体で出すのも、まあ、落札履歴はないですけれども。 この付属品のみ単体での落札履歴はないですけれども、単体で出すのもね、全然ありだと思いますよ。これを安く出して、そしたらポッと売れる可能性もあると思います。まあ、とりあえず、えっ、ー、と、お渡しする商品データには、えっ、ー、と、この Amazon ですね、えー、このデータを元に入力した、えー、入力してお渡ししますね。うん、まあ実際 売れたら別々で仕入れたりとかさっきの単品で出すとかちょっと試してみてください。はい、えー、ではこれで5件終わりましたので、えーまあ、前回に引き続きねちょっとあまり利益額が大きいものが出てこなかったので、えー、次回はですね利益額の条件をちょっと上げてリサーチしていこうと思います。まあ最低利益額2000円とかですかね で今回もこのように仕入れ UR eBay URL、eBayURL、出品価格など記載されたデータを、えー、プレゼントいたしますので、えー、LINE の方でね、今回は0614、0614とメッセージを送ってください他の文章は入れずにもう0614とだけ入れるようにしてくださいそしたらすぐにこのデータがあなたの方に送られますので,、はいでまあ、LINE の登録方法とかは動画の説明文に載せておくので でえーまあ、これそうですね、あのー、仕入れ UR eBay URL、eBayURL とか出品価格とか入ってるんですけれども使い方に関してはこの「眠れま10」の1本目の動画昨日の動画の最後で説明しているので、えー、そちらを参考にしてください、まあ、気をつけるべきところとしては春を使っている方でこのデータをアップロードする時は必ず追加アップロードをするっていうところですね であと、一つ質問いただいたんですけれども、えー、とこのファイルは CSV なんで、えー、基本 PC で開くものなんですね。で、その前に、えー、と利益が出る商品紹介ということで、えー、14個、26個って紹介したと思うんですけれども、えー、そういった PDF も、スマホの方にです、ね、開けるソフトが入ってないと開けないので、スマホの方では。 えー、基本ですねその LINE で送られてきた URL をコピーか、まあ、そのまま PC のブラウザでアクセスしてでダウンロードしてください。で、えー、ちょっと話変わるんですけれども、まあ、この、えー「眠れま10」っていうこの企画をですねできるだけ楽しくやりたいというところで考えたんですけれども是非、あのー、ね動画のいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。 僕もね、そういう反応があると普通に嬉しいし、モチベーションアップになるんで、で、そのいいねの数は僕の方では確認できますので、あのこれからね、そのいいねの数に沿ってリサーチする商品数を決めていこうかなと。まあ、今は、えー、最低5個という感じでリサーチしてますよね、えー。それをいいねの数によって増やしたりしようかなと思います。まあ、いきなり何十品というのは時間的に厳しいので、 とりあえず条件は10品にしようと思うんですけれども、まあ、ぜひ参考になったところがあったらね、あのー、いいねをお願いします。はい、えー。では今回の動画は以上となります。では頑張っていきましょう。